こんにちは、元男の子のあっかのんです。今日はミニ動画っていうか、なんかすごいラフな動画でお届けしたいっていうか、なんでこうやって回そうと思ったかっていうと、久しぶりにですね、地元の方に戻ってきてまいりまして、で今地元プラプラしてたら、うわなんか懐かしいなって思うことがいっぱいあったんで、カメラに撮ったら面白いかなと思って、今ですね、中目黒の方から祐天寺の方に歩いてきたんですよ。で祐天寺の方って何があるかっていうと、私が少年野球やってた時の小学校があって、今その小学校の目の前にいるんですね。ここのグラウンドで毎週日曜日に、朝10時から亀黒ジュニアファイターズっていう少年野球チームで私野球してたの。ここで、あそこの方にボールが入っちゃうとすごい怒られてたんですよね、当時で。心バーンって打って、でそれでウサギ小屋に入っちゃうとめちゃくちゃ怒られて、でもそこまで飛ばすのってさ、逆にすごいよねみたいな感じで当時のその野球部の監督に言われてたんですけども、その監督がね、生きてんのかな。当時私が小学校1年生の時にもう70代ぐらいだった。なんか東横線のもともと車掌をやってて、それでジュニアファイターズをその老後のその年金で楽しむためにちょっと監督やりたいなって、こうなんかそんな感じで言ってたんで、もう今元気なのかな。でびっくりしたのが、なんかもう祐天寺駅全然変わってるじゃんみたいな。私が小学校っていうか、まあ高校生の時かな、あんまり綺麗な駅じゃなかったっていうか、なんかどっかのその地方の駅なのかなみたいな感じの雰囲気だったんですけども、今ねすごいね、こんな感じでおしゃれになってるんですよね。おしゃれっていうか、なんだろうな、少し洗練されたと言いますか、なんかちょっと寂しさを感じますね。あとここ私のお母さんがよく野球のその応援しに来てくれた帰りに、ここでチョコボールを買うんですよ。ちょっとなんかプニプニしたお餅みたいな感じで、えパン屋なのに何チョコボールみたいな、そうチョコボールなんですよ、めっちゃ美味しいんですよ。ほらここ駅の中なんですけど、駅の中に何、薬局があるみたいな。うわちっちゃい子供ちょっと怖い。なんか YouTube の撮影やってる時にちっちゃな子供が来るとなんかたかれるとか、なんかうわーみたいな来られるんで、ちょっとこう怖いんですけども。あとですね、こっちの方はね変わってないんですよね。ただあそこのなんか青いなんか建物、あそこ昔ゲーム屋さんで、お母さんにですね、私小学校の時なんか DS からなんか買ってもらった記憶があるんですよね、あそこで。であそこで買ってもらったスーパーマリオのカセットをですね、私小学校の時東山小学校の友達の子にですね、パクられまして、カセットめちゃくちゃ泣いた記憶があるんですけど、パクられたんですよ。あでもただこの辺はあんまり変わってないのかなって。ここがね昔文具の相馬っていう文房具屋さんだったんですよ。でこれセブンイレブンはここ健在で、でここにナイアガラっていうなんかカレー屋さん、なんか電車がカレーを運んでくるみたいな面白いなんかナイアガラっていうカレー屋さんがあるんですけども、それはなくなりましたね。なんか祐天寺っていうと私の中で毎週土日に来るみたいな、なんかスパルタで野球をするために来るっていう、なんかあんまりいい思い出ないんですけども、でも今大人になってこうやって来ると、わ少年時代懐かしいなって思うんですよね。わあ懐かしい。これがですね、みなとみらい線っていう、私が小学校6年生の時にインフルエンザに患ってたんですけども、死にかけてた時になんか開業したみたいな感じで、なんかそれを覚えてる、それだけしか覚えてないんですけども、わあ懐かしい。わあそこまだある。私が今懐かしいって言ったところ、ここなんですけども、これ何かっていうと公衆便所でして、私が初めて人生で女装をした時の隠れて女装したところの公衆便所ですね。でなんて前祐天寺っていうと、その中目黒に行くと地元のその人たちとかバイトしてたりちょっとしてなんかバレたら怖いなみたいな感じで、でもね、その祐天寺だと比較的ちょっと地元から離れてるんで、ここでコソコソやってたわけですよね。見て、でなんか中学生がいる。あれは地元の中学生なんですけども、多分制服から見てると多分中央中ですかね。なんか目黒5中とかなんか3中わかんない、6中とかなんか合併して中央中みたいな。で中央中はちょっとなんか美男美女が多いよみたいな、当時私聞いてたんですけど、私東山中学校だったんですけど、東山中学校はなんか堅苦しいそういう子しかいないみたいな、中央中なんかイケイケじゃねえっていう、そういうイメージで私は当時は羨ましがってましたよ。私はお母さんと待ち合わせをしてるんですけど、なんで祐天寺で待ち合わせしてるかっていうと、なんかお母さんこっちら辺の方に用事があったみたいで、それでじゃあ久しぶりにこっちうちも来てるから会わないみたいな感じで、お母さんからさっき LINE あって今待ち合わせしてるっていう待機時間中に今撮影してるんですけども、なんか思ったのが、こうやって久しぶりに外で撮影するとなんか恥ずかしいっていうか、今までは全然自撮りとかすることに抵抗がなかったんですよ。いやどんなもんじゃいみたいな感じでやってたんですけども、今なんか自撮りすることにすごい恥ずかしさが出てるっていうか、羞恥心を持ち始めたのなんででしょうかね。
いや思うんですよ、 YouTube って本来こういうのがあるべき姿なんじゃないかって今見られたから、そのちょっと恥ずかしいっていう雰囲気出しちゃったんですけども、でそもそも YouTube のあるべき姿って誰が決めたんだってことだと思うんですよ。その YouTube と YouTuber のあの違いみたいな、 YouTuber って言ったらその YouTube だけで食えてる人たちでしょみたいな、でもなんか世間の人たちから言うと、その YouTube に動画投稿した瞬間にお前は YouTuber だーみたいな、どっちなんでしょう。でも久しぶりに見たのがこれ、あの 石型なんですよね。私小学校の時にこれなんだろうなと思って、ずっとなんかでかい石があって、でもお墓屋さんなのかと思ったんですけど、これ石屋さんなんですね。ずっとあるから、でこっちもなんか整備されてる、もう全然私に分かんなくなっちゃった。つい 2,3 年前の話ですよ、こうやってあの祐天寺が変わったの。すげえ電車がちょっとうるさいんでちょっと移動するんですけども、まだ来ないんですけども、あのさっき10分くらい前に連絡来たのにまだ合流しないということで、もう少しちょっと撮っていこうかなと思いまして、あのさっきも話しましたが、その YouTube って結局そもそも何なのっていう、その好きなことで生きていくっていうのを最初そう思ってて私もやってたんですけども、なんかだんだんとその好きなことっていうよりかは視聴者様が好きなことをあの私たちが発信していくみたいな、なんかそういう空気感になったと思うんですよ。だから仕事としてやっていくんだったらもうそれはもちろんなんですよ。あのいいあのサービスを提供するっていうか、いいコンテンツ提供することのその対価として YouTuber は生きてるわけじゃないですか。それはだからごもっともだと思うんですけども、使命感に駆られて YouTube やってる人たちって面白くないよねみたいな、その全部そのトレンドに振り切りすぎて、そのあなた本当これやりたいのみたいな、だからそういう人間に私なりたくないわけですよ。うわちょっとどうしようかな、チョコボール売ってんだったら買いたいけどな、チョコボールちょっと売ってんのかちょっと見てみようかな。すみません、ここってチョコボールありますか？はい、なんか丸いなんかチョコみたいなパンってなかったでしたっけ？なんか前あっ、あ、ないですか？わかりました、ありがとうございます。あれなんかこれ気のせいなのかな、チョコボールがないって。皆さんもしかしたらお気づきかもしれないんですけども、この喋り方をまさっきから何なんだよみたいな感じで思われると思うんですよ。でこのボソボソ喋り方っていうか、その早口、それは今私はもう一人のキャラクターに自分を憑依させてるわけですよ。これを演じることによって早口で喋れるっていう、そのなんだろう、自分なりのその行動技術が出せるわけですよね。これをすることで、あの YouTube のその動画上だとその分かりやすく、その短くあの短時間に情報を伝えられるみたいな、そういうことができるわけですよ。え、無事にお母さんと合流できました、イエーイ。え、ママ元気にしてたの？2ヶ月ぶりぐらいじゃん、だって。うん、元気にしてた？元気だそうです。え、何のあれなの？え、何の意味もない動画なんで？なんか懐かしすぎる公園があるんですけど、五本木児童遊園、ここで私あの遊んでたんですよ、野球部の帰りにね。 あっち上巡る小学校あるからの帰りにここに集まってたので、このブランコにこうやってあの乗ったりとかしたんですけども、なんかここに乗ってる時に私すげえなんかお前なんか ゴリラだなみたいな感じで先輩にめちゃくちゃ言われてたっていう記憶しかないです。久しぶりに実家に帰ってきたんですけども、てか久しぶりって言ってもあれか、正月ぶりか。今日この辺でおります、それなら。やっぱりまだ終われなくて、ただいま。ちょっと書類をですね、あの取りに帰ってきたんですよ。ただいま。よし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 、久しぶりだな。2ヶ月元気だったか、チョコちゃん。胸ないと頭これ、こう頭っていうかの腕をチョップしてくるんですよ。ああ、はい。何なんでまだ続いてんのみたいな感じで思われるんですけども、結局ですね、母親と二人であの武蔵小杉のあの丸子屋さんにお肉を食べに来たっていう感じですね。なんかずっといるね今日はね。うん、マザコンなんですよ私。そうでしょ、だってママと一緒に寝てたりしたじゃん。ママとあれじゃん、あの マザコンだったじゃん。今マザコンです。マザコンだぞ。でこれが。アンズボーサーと言いまして、駄菓子のアンズ、凍ったアンズがこうやって入ってるんですよ。でこれを溶かしながら飲んでいくと美味しいっていうので、じゃあいただきます。じゃあ乾杯しましょう。はい、はい、もうこれですね、このマルコヤのあのゴシモリを食べていきたいと思うんですけども、モサンクク、ミスジ、ウチモモ、カイノミ、クリ。なんだろうこの喋り方。うわー美味しそう。ではですね、この
社長じゃんが、社長じゃんって言っちゃった、社長ちょっともう本当よだれが出すぎて、柚子胡椒を上に乗せて食べると美味しいんですよ。あの下ちなみにタレです。これこれでくるんで食べてくださいって。いただきます。これを